こんにちは、カリツシュラーのまさきです。今回の動画は、試飲会。こちらは、以前つけた山帽子酒ですが、つけてから1ヶ月の時が経ちましたので、今日は最初の試飲を行っていきたいと思います。はい、こちらが近くからの映像です。色は、赤みはすっかり消し飛んでしまいましたね。果肉の色から出たような茶色みがかった黄色になりました。色は綺麗な方です。ズームしてみるとややカスも混ざっているけど。ではついでいきます。告げました。では飲んでいきます。ん？実はこの瓶の蓋を開けた瞬間にはリポビタン D に似た香りを感じたのです。もちろん本物のリポビタン D とは比べ物にならないほどの低い度合いなんですが、確かにそれに似た匂いを感じたのです。つまり清涼飲料水のような甘くて爽やかな香りということですね。で、飲んでみるとそういった清涼飲料水の香りはすっごくごくわずかだけしか感じられない。最初は鼻が慣れてなくてリポビタン D 臭を顕著に感じられたけど、慣れてくると分かりづらくなったということかもしれません。評定が出ました。こちらの1ヶ月目の山帽子酒、評定は3.1 ポイントです。瓶の蓋を開けた時に感じたリポビタン D のような爽やかな香り。でもその香りは飲んでみるとそこまで舌の上では揮発しなかった。もしこのリポビタン D の香りがもっと染み出してきて主要な味と感じられるようになれば、他の果実酒にはない特性を持つ果実酒としてもっと評価は上がるかもしれない。全体にはまだ特徴が薄いです。これからの進出が楽しみです。それでは今回の動画を終わりにします。最後までご視聴いただきありがとうございました。